学長。え？何？もうすぐ夏が終わっちゃいますよね。いやー、そやねー。俺の好きな夏が終わっちゃうのよ。何か夏休みの思い出でみんなに残してあげたい。何がいいかな？なんか割とみんな下書きを教えてほしいっていう要望が多い気がしますけど。下書きな。下書きはな、確かに需要はあんねんけど、いやー、それな、劇薬なんよな。仕分け理解せんと、紙下書きだけ機械的に解く人がいそうで怖いねんけど、きちんと仕分けも理解した上で、紙下書き使ってくれるんやったら、伝授してもええかな。おっしゃ、じゃあ紙下書き伝授。試算編、行ってみよう。CPA カレッジ。おっしゃ、やっていくか。今日は紙下書き、試算編ということなので、これね、現金預金の下書きです。現金ってのは、前 TB、それから正しく修正した後、そして BS というか金庫の中、3つの場面が現金にもあるんでしょ？ちなみにこの BS 金庫の中に入る正しい現金の残高っていうのは、僕はね、語呂にしててね、一郎勝手に倉庫よって法人税を郵便貯金と。まあ、一郎が郵便局に行くのかどうかわかりませんけれども、まあ、そんな語呂、それはここですよ。金庫の中ね。一方で前 TB、これはね、何か修正してない、ミスってる金額なわけですね。だったら、まず前 TB に処理が漏れてたやつとかミスってたやつを、問題文の指示通り修正した値がここです。で、ミスってたやつ修正しても、なお、金庫の中とずれてるんやったら、なんか原因なくなくなったもんなので、そこの差をね、雑損とか雑益にしましょうと。こんな感じ。3つの場面を意識した下書きなんですよ。で、僕は、ここの修正仕分けは切ってましたね。でもこっちは差額で出すみたいな感じかな。で、預金は銀行勘定調整表を書いていくんやけど、何が企業側のプラスないしマイナスって、何が銀行側のプラスマイナスなのか、まあそこをね、しっかり、まあ、フォーマットにして分かっておくといいかなと思います。まあとにかくきちんと調整すれば、立て消した金額が BS になって、で、現金預金の金額はいくらですかって言われた時には、こことここを足せば答えになるよねっていう紙下書きなのよ。次ね、有価証券の下書きこんな感じやってん。売買、万保、子会社、関連会社、株式、その他って、まあ4種類あって、で、それぞれ前期末、当期初で、取得売却、そして当期末、5つの場面を下書きにするっていう感じやったかな。で、例えば、売買優勝やったら、これ、洗い替え法やったら、こう、戻し入れてくるので、評価額マイナスでしょ？で、100円の取得原価に戻ったものを、当期末の時価150まで時価評価するから、評価差額プラス50、みたいな。で、こういうところ、書いてる部分が、PL 項目ですよ。それからね、B 株なんていうのは、万保なので、償却原価法の適用なんやけど、このあたりが償却原価法の下書きね。そもそも社債の利息って、クーポン利息と実質的な利息と2種類あるんでしょ？で、2種類の利息を合わしたパーセントがまあ5.2%だったとしよう。じゃあ94に5.2%かけて4.888で、で、クーポンが2%の利息だったらね、2でしょ？要は4.888っていう合計した利息から、クーポンだけを引いたものが、償却原価2.888で94に足されていくと。なので、四捨五入して、この4.8885、ここが有価証券利息ですね。それから BS に乗る金額は、また四捨五入して、97。ね、ここ四捨五入してね。っていうのが BS でしょ？で、C に関して、これじゃあ、子会社株式だったとして、100円の取得原価のものを、じゃあ80円で売りました、だったら、売却損が20。まあ、こういうふうに書いておくんですね。で、D 株ね、これその表なので、期首洗い替えて、そして、今期末に向けて、時価評価していく50は、その他有価証券評価差金っていう BS 項目ですよ。まあ、こんな感じで、
各株式ごとかつ場面ごとに整理すれば、このあたり BS だし、このあたり PL だしっていう集計もしやすい下書きにしてました。じゃあ続いて売価還元法の下書きね。でシンプルで、中が原価、外側が売価なのよ。でそもそも売価を決定するにあたってさ、仕入れ値に原資値入れって言って、まあこれぐらいの利益上乗せしても買ってくれるかなみたいな、まあ要は付加利益みたいなものを乗せるわけやんか。でただ強気になったり弱気になったりするわけですよ。もうちょっと高い値段で売れんちゃうかな、それ値上げっていうし、いやちょっとライバル会社が似たような商品売ってるからもうちょっとね安くしようかって値下げっていうし、要はね値上げとか値下げっていうのは販売前の売価を試行錯誤してる状態です。値引きとはちゃうねんね。値引きってのは販売後に値段を引いてる、安くしてるんでね。一方で値上げとか値下げは販売前の試行錯誤の過程です。でそうするとね、ここで2種類原価率出してんねんけど、そもそも普通の売価と原価なら 72% の原価率、一方でこう見て値下げ除外っていうとさ、要は値下げってのはさ、販売前に弱気になったから値下げしたんでしょ、その弱気にならなかった売価ってことですよ。要は強気だった売価がここですよ。そうすると 70% の原価率です。じゃあ 72% と 70% の差っていうのはなんとなく弱気になった時の差っぽいでしょ。じゃあそこの部分は低価法の適用にしましょうねっていう発想が売価還元法の低価法ですよ。でそもそも売価還元法っていうのは期末にある値札から原価を推定しましょうっていう横着な方法でしょ。じゃあ期末の帳簿上の値札合計が1万だったので、そこに 72% をかけて原価を推定すれば7200、でもなんか万引きされたかなんか知らんけど実際にある値札合計は9000だったんですよ。じゃあ実際にあるベースでの原価はっていうと、やっぱり 72% かけて推定すれば6480でしょ。でさっき言った弱気だった時、その弱気だった時ベースで原価を推定すれば 70% かけて6300なわけでしょ。うん、こうやって原価を3つ推定してきて、でここの差が棚卸原毛費になるし、一方でここの差が表って書くけど定価評価損になるでしょ。ね、例えばさ、売上原価を求めなさいっていう問題であれば、ね、棚卸原毛費と評価損も売上原価に含むのならば、ここここここが売上原価の値になるでしょ。以上、売価還元法上下書きでした。次、固定資産減価償却方法の変更ね。例えば定額法から定率法に変えたっていう時は、この青の面積に対して定率法の償却率をかければ、青で斜線をした当期のデプリシエーション減価償却費が求まるよね。一方で定率から定額に変えた時っていうのは、この赤の面積を残りの耐用年数で割れば、赤の斜線をした当期のデップ減価償却費が求まるよね。まあ両者はね、囲んだ面積が違うでしょ。まあそれはそうで、定率法っていうのはそもそも期首の母価にパーセントをかけらデップが出るからですよ。一方で定額法っていうのは残りの償却する要償却部分に割り算すればね、年数を、じゃあデップが出るから、だから両者は違うんですよ。まあそれをこの下書きで区別して分かってもらえればいいかな。じゃあ同じ有形固定資産ついでに資本的支出の下書きですよ。資本的支出っていうのはこの点々で表してるけど、この部分耐用年数が伸びるんでしょ。じゃあ、当期の償却額はいくらかっていうと、この伸びたとこも含めた青の面積を残りの耐用年数で割り算すれば、
青の斜線の陶器の焼却費が求まりますよね。まあオーソドックスな下書きかなと思います。じゃあ続いてリースなんですが、 5% の利率で3年間にわたって1万円ずつリース料を払うような取引を想定しましょう。現在価値が27232、まあこれが言ったらリース資産、リース債務の金額ですね。で、この最初のリース資産、リース債務の額が徐々に減っていくっていう下書きなのよ。階段上にリース債務を返済していくっていう下書きね。で、まあ、詳しくはね、パンダリース会計をご覧になっていただければいいんですが、27232に 5% をかけて、1年目の支払利息1362。で、リース料1万から1362引いた8638が返済元本ですよ。じゃあ、元本が27232から8638引いて、残る元本18594になる。次の期も 5% かけて、債務を返済していくってことをすればいいんです。ちなみにこの下書きは仕分けと連動しときね。毎年1万払う、その内訳が金利1362と元本返済8638ですよ。仕分けとリンクさしとくとね、分かりやすいと思いますよ。でちなみに BS のリース債務を求めなさいってきたら、ここ当期だとしたときに9070が1年以内に払うのでリース債務の流動でしょ。一方で9524、これは1年を超えて払うのでリース債務の固定ですよね。 BS についても一発で出せます。で今度ね、後払いじゃなくってリース料が前払いやった時を想定してみたいんですね。何が違うかっていうと、前払いなんでいきなり1万払ってるっていう点です。いきなりだからこの階段がカーンって上がるんですよ。でちなみに1万については利息は含まれてません。だって金を28594借りてよ、その日に1万返したってことなんで、1日も借りてないやから金利支払う必要ないでしょ。だから最初に返す1万はこれは全部元本返済です。じゃあ元本が18592に減った、じゃあそこにまた 5% かけた930が支払い利息ですね。でただこの930っていうのは決算日の次の日に払うでしょ。まあ前払いですからね、各機種に払うようなイメージですから、この930は未払いにしておきます。まだキャッシュ出ていってないよ、だから未払いよ。で次の機種に払う時に未払いを取り消してリース元本も払っていくっていう感じやね。で注意すべきは、このリース料前払いの場合っていうのは、ここがリース債務の流動で、ここがリース債務の固定っていうことですよ。要はね、さっきもちょっと言ったけど、この9070っていうのは翌期初に払うんでしょ。だから当期からすれば明日に払うんですよ。じゃあ1年以内に払うもんなんでね、ここ流動でしょ、明日払うんでね。一方でこの9524っていうのは366日後に払うわけです。だったら1年をギリギリ1日超えたので固定でしょ。こうやってね、リース料後払いと前払いを比べてみると、流動固定にする部分が前払いだったら1年前倒しになるね。ここが1年前倒しに前払いだったらなるって考えて比較すればミスも減ると思う、そういう紙下書きです。じゃあ次減損いきましょうか。A っていう店舗、 B っていう店舗、 C っていう店舗、3つの店舗があるのと、それから教養資産っていう、そうやね、研究所みたいなものがある、そういうような会社をイメージしてください。で今 C が部下から回収可能価格を引いて90の減損だったとしましょう。一方で会社全体 A の店舗、 B の店舗、 C の店舗とさらに共用資産っていう研究所も足したら、部下から回収可能価格を引いたら200の減損だったとしましょう。つまり C だけの店舗の減損よりも会社全体で見た減損の方が110なんか減損でかくなってるよな。この110は誰が悪いと思う？まずはね、共用資産
が悪いわけですよ。要は研究所なんか何も収益生み出してへんねんから、まずは研究所が悪いやん、この110元素が増えた理由はって考えるんですよ。要はまず研究所のせいにするんです。じゃあ研究所の部下から回収可能価格を引いて、研究所は40元素ねと。まだ残り元素ありますよね。残りの元素70は誰が悪いのっていうと、それはまあ言ったらね、A の店舗と B の店舗にも責任の一端はあるでしょう。じゃあ A の店舗と B の店舗に例えばね、それぞれの帳簿価格なんかで安分する100対150っていう帳簿価格で安分すれば、 A が28の元素、 B が42の元素になるね。でこれがまあ原則法なんですが、容認のパターンもあるでしょう。容認っていうのはあらかじめ共用資産を C に配分するっていう方法ですよね。で共用資産が100のうち50が C の店舗に配分されたとしましょう。じゃあ C の部下210に共用資産が配分されてきた50足して、で C の回収可能額140だとしましょうね。そうすると減損が120なんですが、この120は C の母家対共用資産の比で安分してください。つまり120を210対50でこう安分してくる。じゃあ C の減損が97、共用資産の減損が23になる。これが容認、共用資産を配分するパターンの下書きですね。でね、ぜひ共用資産と並べてのれんの場合も整理しとくべきだと思うんですよ。あの共用資産じゃなくてのれんやったら何が変わる？のれんってのはね、ここ見て回収可能価格ゼロなんですよ。共用資産ってのは腐っても一応研究所っていう目に見えてね、そういう資産ですから。じゃあ腐っても回収可能価格は、共用資産はある。でものれんってのは無形でしょ、目に見えないでしょ。だから減損が起きてる状況でのれんに価値があるなんてまあありえないと。だから回収可能価格はもうゼロなんです。つまりのれんは100全部落とすんですよ、ね、のれんだったら100全部が減損になるよ。で110と100の残り10を A と B に配分すると、こういうことになります。そしてのれんの容認パターンはっていうと、ね、まあまず共用資産にのれん配分額50足して回収可能価格140だとしましょうね。じゃあ120の減損が出んねんけど、これはね、先にのれんに配分してください。要はのれんはもうゼロにしたいんですよ。減損が起きている状況ではのれんはもう絶対にゼロだと、そんなもの価値ないと。で残りが C に配分です。さっきの共用資産の時は120を210対50で配分したでしょ。でものれんの場合は違います。先にのれんをゼロにしてから残りを C に持っていく。いいね。2×2 の4パターンで抑えると綺麗なね、紙下書きまとめになるかなと思うよ。だからね、あえて幻想は僕はこうやって式を書いてましたね。それは慣れてきたら電卓だけでもできるんだけど、やっぱり速さよりも正確性だと僕は思ってるんですよ。だから、まあ、丁寧にね、式を書きながら下書きにしていました。はい、じゃあソフトウェアの紙下書きですね。まあ、紙下書きとは言ったものの何のことはない母価が各年度並んでて、で、数量に従って焼却した金額はここで。それから均等割によって焼却した金額がここでっていう、まあ単にそれだけの下書きなんですけれども、でソフトウェアっていうのは均等焼却額を下回る焼却は認めないっていう規定なので、まあ言うたら比べてね、大きい方が ×1 年度の焼却ですよ。じゃあ12万から4万8千引いて ×2 の母価は7万2千になりますね。で ×2 も比べてもらったらいいんですが、特にね、×2で見積もりの変更があった場合なんていうのは、ここ注意してね、機種の予想の個数分の第2年度に実際に売れた個数です。まあ、ここの分数が間違いやすいので、しっかり分数式を下書きに書くと。で、これ均等割なんで残り2年分の1ですね。で、やっぱり
均等割を下回れないので、でかい方が×2 年度の償却。じゃあ、7万2000から4万8000を引いて、×3 年度の僕は2万4000になるはずよね。ただ、ここで注意したいのは、仮にね、×3 年度の収益性が悪化していて、2万1000しか×3 年度収益が上がらない想定が、もう×2 年度においてなされてるとしましょう。つまり今×2 年度にいるんだけども、来年、これ、赤字なことが分かってるわけですよ。だったら、すでに予想される赤字を、今年中に、償却しときましょうね。まあこういう発想になるよね。じゃあ×2 年度の償却っていうのは4万8000のみならず3000も償却しておくと、まあ、こういう下書きになります。まあ、ここをね持ってくるっていうピンクのところ忘れないようにしてもらったらいいかな。はい、じゃあ最後、税効果の紙下書きですが、あのね、前期末と当期末で税率が 40% から 35% に変更されていたとしても全然使える紙下書きです。あの、一次歳を前期末、当期末集めるだけよ。簡単やで、税効果って。こうやってね、例えば、棚卸資産、貸引、デップ、それから投資有価証券評価損とか、将来、減産一次歳を集めてるんです。で、これ、減産一次歳足したら1万円でしょ？で、それに 40% かけてるから、DTA 前期末4000なのよ。で、DTL ね、になる、要は将来、加算一次歳ってのは、圧縮積立金と特別償却準備金って、まずこの2つだけでも覚えといたら早いで。まあ、もうこれ DTL って覚えといて右に書くんですよ。この二つぐらいしかないからね、DTL ってそもそもね。で、じゃあ、足して3000に 40% かければ DTL でしょ。で、純額取って、じゃあ前期の BS に乗る DTA は2800ですよね。こんな感じ。で、次ね、当期は税率 35% に変わったの気をつけてよ。DTA は一次歳1万に 35% かけて3500。で、DTL なんやけど、厚みと特別償却準備金と、それから、その他有価証券評価差金が、これ、貸し方に2000出てるとしよう。そうすると、足してもらって、4400の 35% かけて、DTL は1540ですね。BS は純額取って、DTA 1960。まあ、ここと、ここが前期と当期の BS に乗る DTA の金額やんか。で、次、PL に乗る法帳なんやけど、その他有価証券は部分純資産直入法だと思ってください。部分純資産直入法なんで、前期損が出てた時には法帳は出てました。一方で、当期にその他有価証券評価差額金が出てた時は法帳は出ません。ので、法帳を出すにあたって、ここからは法帳出ないよって意味で、括弧を欲してるんです。あの、途中価証券評価損は法帳出るから括弧してないよ。あの、その他有価証券評価損が貸し方に出たとき、これは法帳が出ないから括弧してるのよ。じゃあ、この括弧を除いたときの DTA はいくらですか？まあ、そりゃ、2000×35%、つまり 700DTA が増えるわけですよね。この括弧を無視すれば DTA は2660なわけです。じゃあ、前期の BS に乗ってた DTA2800 から、当期は2660に DTA が減ったっていうことですよね。で、DTA の差が法帳になるんだから、2800から2660引いた140が PL 当期の法帳ですよっていう差額で法帳なわけですよ。まあ、ちなみに仕分けも連動して押さえといたらいいけど、要は DTA が140減ってるわけですからね、貸し方 DTA140。で、借り方に法帳140ですよ。仕分けとも連動できますね。まあ、税効果に関してはね、メリークリノベ税金資産っていう動画を見てもらったらもっと詳しくやってますから。以上、わしの紙下書き資産編全部伝授しました。あとはみんなこの紙下書きを自由にアレンジして自由に羽ばたいちゃってよ。財務計算得意にしよう。